はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1、2、3なるほどセレクションから逆転裁判1をやっていきたいと思うところなんだけど、あさ、前回の続きからやってさ、で、ある程度やって、一回失敗したわけよ、ここで。で、一回失敗してさ、やり直してたわけよ。で、その最中にさ、プレホドル撮ってんだけど、間違ってさ、ボタンを押しちゃってさ、ホームボタンかな、ホームボタン押しちゃって、こうプレホの録画って、録画開始した段階で、開始してる状態で、録画終了ボタンを押さずして、画面戻っちゃうと、録画やめちゃうんだよ。それまでのやつを撮るんじゃなくて、なかったことになるのよ。だから、ここまでの過程の録画がなくなっちゃったわけ。で、まあ、何事もなかったかのように、まあ、一からさ、知ってるけどやろうかなと思ったけど、俺の声なしでここまでの過程をやるから、とりあえずここまでの過程今から映すから、ごめん、ちょっとそこは楽させて。知らないふりしてさ、また一からやってもよかったけど、ちょっとあんまね、あんまちょっと今口気がしててさ、あんまりこうベラベラ喋れないのよ。ベラベラ何回も喋りたくないからさ。コンディション良かったらまだ喋ってたけど、コンディションあんま良くないから、ここはちょっと甘えさせてほしい。で、ここまでの段階を、じゃあ今から、ゲーム音だけで流すから、そろそろ見ていただいて、なんか多分5分ぐらい飛ばしてくれたらまたここに戻ってくるから、とりあえず、そんな感じでやっていこうかなと思うわ。じゃあ、バイバイ。
Thank you.
はい、というわけでね、お分かりいただけたかな。いや、まさかミスするとは思わなかった。ミスするとは思わなかったっていうか、これが怖いんだよ、プレ4のシェア機能ってさ。本当にプレ4の録画機能、ここだけがマジで怖いのよ。この画面間違って開いても、そこでビデオクリップを保存するボタンみたいなのを押せば、まあ、ギリ間に合うんだけど、まあ、完全に忘れてたわ。まあ、続きやっていこうか。とりあえず、まあ、俺もやり直してる中で、気づいたとこがあって、その本来俺が失敗した時はこう犯人刺してたわけよ。失敗した時は、いや、犯人はあの白いコートの人だろうと思ってさ、犯人刺してたんだけど、なんか見直してると原林潤さんの説明の時に犯人が点滅してたんだよ。だから被害者だな、多分。そうだよな。そう、俺さ、やり直す前は、まあ、やり直す前は、ってか、やり直す前も録画できてないんだけど、やり直す前は、あれだったんだよ。犯人刺してたのさ、この白いコートのやつがどう見ても犯人だろうと思っちゃったからさ、明らかに攻撃してるし。被害者の正しき捜査官がいた場所ではないですか。正しくは正しき捜査官ではなかった。そう、カメラに映っている被害者はザイモンさん。正しき捜査官の格好をしたあなただったのです。バカだ、原林巡査は現場で正しき捜査官を見ている。まだ面識はないんだよ、光彦君。顔を見れば気づかないはずがない。面識がないって言ってたんだよ、彼は。しかし原林巡査は正しき捜査官を知らなかった。それに彼はこんな証言をしています。カーテンに入った本館は ID カードの提示を求めたであります。正しき捜査官はどうしましたか。本館にナイフを向けたであります。ずっと不思議でした。 ID カードを持っていたのならなぜ見せなかったのか。確かにそれを使って保管室に入ったわけですからな。答えはシンプルです。見せることができなかった。そっか、顔が一致しないのか、顔写真と。そっかそっか、 ID カードには写真が入っています。はあ、これでは ID カードを見せた瞬間にバレてしまいます。正しき捜査官の格好をした別人であることが。いかがですか、ザイモンさん。お、悔しがってんね。カウボーイにしておくにはもったいない想像力だよ。だがね、そういうのを俺たちは状況証拠って呼ぶらしいさ。状況証拠？まだ認めないか。残念だが、捜査官を自白させるには爪が甘いさ。この俺が被害者に変装していた、それを立証する証拠がないと。あなたのその卑怯力的な態度、どうかと思いますぞ。
多分あんたのヒゲが気に入らないんだろうさ。よく歯向かうなお前裁判官に。不利になるのにさ。いかがですか弁護人、何か証拠はあるのですか。証拠ありますか。着替えたという証拠。いや、下の写真なかったっけ。あれ、着替えたという証拠。あ、これ ID カードじゃなくてあれの可能性もあるな。あのスーツ、スーツでも遺失物届に出すかな。実際に被害者に変装していた証拠です。それは無理だ、そんな証拠は。そうそう、追い詰められたインパラの目、悪くないぜ。うわら、公園に骨を晒すのはあんたの方さ。く、うん、バカな。どう考えても明らかん。なぜ、何が手はないのか。まさか、助け舟出すのかお前。ふん。ここへ来て経験不足が顔を出したようだ。は？私もある人によく言われたものだ。追い詰められた時こそ基本に立ち返れと。なんかさ、この章からさ、なるほど対三つるぎ、なるほど対三つるぎと被告人じゃなくてさ、なるほどと三つるぎ対被告人になってるよな。急に。僕の基本は千尋さんのあの言葉だ。なるほど、発想を逆転させましょう。久々に言ったな、やっぱもっとやりたいわ、お前の声。証拠を探すのではなく、変装したことによって発生した証拠を探すんだ。そもそもなぜこの保管庫は開かれたのだろうか。どういうことですかな。普通に考えればわざわざ犯行時に保管庫を開く必要はない。なのにこんな大きな手がかりを残したということは。めちゃくちゃパス出すじゃん、ミツルギ。お前、ミツルギ、お前、被告人を守る立場じゃないの？署によれば。なるほど、守ってるもんな。大門京介は事件当時、正しき捜査官に変装していた。そして事件など、なぜか自分の称号官庫を開けています。しまったのか、じゃあ、ユニフォームを。保管庫から白い何かがはみ出ている以上、それをしまうため保管庫を開いた、そう考えるべきだろう。一体その白い何かの正体は何だったのですかな。おそらく証拠はない。何かあるとすればこの映像だけだ。いや、白い何かって別に。何かをしまうため保管庫を開きました。証人が保管庫を開けざるを得なくなった理由を示してください。開けざるを得なかった理由、返り血かな。多分これ返り血じゃない。多分だってそもそもさ、ナイフで切られることが予想外だったから。じゃあナイフで切ることが予想外だったのか。多分返り血でしょ。返りついちゃったらバレちゃうからね。はい、これでしょ。これで歩けんからな、街は。行け。あなたは何かの理由があって正しき捜査官の格好をして証拠管理室に侵入しました。その理由はまだわかりません。まだね。しかし、そこで予想外のことが起こったのです。原林巡査の登場です。ID カードの提示を求められて、あなたはナイフで脅そうとした。ところが、原林巡査はパニックになってしまった。そして、あなたが着ていた白いコートは血で汚れてしまったのです。血のついた白いコート。そのまま出ていくわけにはいかない。そこであなたは、自らの保管庫にそのコートをしまい込んだのです。来たか？やるじゃねえか、カウボーイ。
認めちゃったな。それでは証人、聞かせていただきましょうか、本当のことを。どうやらあんたたちを見くびっていたようだね。なあ、ミスルギケンジさんよ。2年前あんたが今日と同じように正々堂々とあの事件を扱ってくれていればな、きっとこんなことにはならなかっただろうに。左衛門さん、聞かせてください。あなたがやったことをすべて。どうやらそうする時が来たみたいだね。自供。あの日しかなかった。俺はあいつを死なせたくなかったのさ。アイディオに住んで奴に変装して証拠品を運び出すつもりだった。腹ばいの邪魔や予想外だったさ。なんとか殴って気絶させて逃げ出したよ。カメラに映らないエリアは調べてあったし。5時15分はあの時保管室で殺人事件はなかったのさ。だったらさ、その時点であれだよな、その時点でさ、このガントさんの証言もおかしくなっちゃうよな。ガントさんが言ったんだもん、なんだって殺人事件があったって。あの時、あの被害者はあなただったんですか。しかし妙だな、現場である保管室の床にはかなりの血痕が残っている。殺人事件がなかったとしたらこれらは一体。腹ばいのやつ自分で勝手に手を怪我したからね。血の気の多い若者だったってことじゃないかな。そうは見えなかったけど。味も不唐突だな。これ大事じゃない、ここ大事でしょ。あいつというのはやっぱり、聞くまでもないだろうカーボーイ。とか。解決されてから2年。あの日の申し送りで事件は完全に終わるはずだった。そんなことは認めねえさ。あの事件はまだ終わっていない。でも保管室に忍び込んでどうするつもりだったんですか。解決した事件の証拠品は担当捜査官しか調べられない。どんな手を使ってもこの目でもう一度調べたかった。あの事件はそう、俺の事件なのだからね。左衛門さんはあの事件の捜査の責任者ではない。なのになぜそこまでこだわるんだろう。あの日は最後のチャンスだった。だから俺は。なぜ正しきさんに変装なんかしたんですか。あくまで正しきが証拠品を申し送りしたことにしないと。せっかく証拠品を盗み出したのに逮捕されちまったら意味がない。もちろん防犯カメラを意識してのことだろう。被害者の ID カードもやはりあなたが。事件当日の朝盗み出しておいたよ。そういえば遺失物届が提出されていたな。奴の ID カードならしっかり返しておいたぜ。検事局の地下駐車場の床の上にな。あない、左衛門さんが置いたのか。結局のところ君が優秀でないおかげで計画が成功したというわけか。どういう意味だ坊や。指紋のロックだ。もちろんいくらうまく変装しても指紋を変えることはできない。本来ならばあの保管庫は開かなかったはずなのだ。そうか、確かそうだよな。偶然手袋が挟まっていたから保管庫は開いた。つまり左衛門さんより前に正しきさんが開けていた。ナイフを突きつけて追い払おうとしたんですよね。俺としたことが少し動転しまった。予定では警備室を開けるのはほんの5分ぐらいのはずだった。まさかその短い間に誰か来るとは思わなかったさ。確かになかなか得難い人材と言えますな、その巡査。刑事と不審者を勘違いして ID の提示を求めるとは。来月の給与査定、少し考えてみるとしよう。すごい権力を持ってるな、あいつ。
あいつが暴れるから少し傷つけてしまった。すまなかったと思ってるぜ。思いっきり殴って気絶させたし。ちなみに原林巡査に向けたナイフはどこに？ああ、こいつのことかい。何も言葉が浮かばない。ふむー、それでその後どうしたんですかな。なんかあんまでもないね。やはり事前に調べてあったんですね。公安の狩人は用心深いのさ。役に立つとは思わなかったよ。録画されたカメラの映像は6時間ごとに消去される。うまくいけば何の証拠も残さずに済んだのにな。そっか、ガントさんが持ってきたもんな。ところが原林巡査の抵抗によってコードに血痕が付着したわけだ。警備室に持った時人がいたらおしまいだからね。保管区分けで念のためにコートを脱いでおいたんだよ。その時原林巡査は気持ちよさそうに寝てたな。腹ばいで。つまり証人、その時保管室では、しかし現場に残った血痕は事件があったことを示しています。しつこいカウボーイは嫌われるぜ。カウボーイ、カメラに映っていた被害者はこの俺。こうして生きてるさ。それで君は保管庫から証拠品を盗み出したわけか。それがそうはいかなかったさ。どういうことだろうか。俺が保管庫を開けた時証拠品はすでに消えていたのさ。何ですと地雷検事、その証拠品は。え、ナイフじゃないのこれ。ナイフ、折れたナイフはだってあれだもんね、駐車場にあったから。ナイフでしょう。今もなお行方不明だ。片敷さんの空っぽの保管庫、証拠品は盗まれていたのか。ダマさん、一つ聞きたいことがあります。聞くのは自由さ、カウボーイ。誰も止めはしてないよ。そしてもちろん答えるのは俺の自由さ。どうしてこんなことをしたんですか。捜査官のアイディアを盗み出して原林巡査まで傷つけて、立派な犯罪じゃないですか。しかも君は巡査だ。これはもう重罪と言えるだろう。来月の給与査定で片付く問題ではない。もともとそういう問題じゃないけどな。やっぱさっき言ってたじゃん、なんかもう今日が最後だったんだってね。あれはあんたの事件じゃない、この俺の事件なんだ。納得のいく答えを見つけるためなら何だってするさ。ふぶー、その異常とも言える熱意、証言に加えていただきましょう。きた。でもその事件は2年前すでに解決してるんですよね。だからこそ証拠品が保管庫にしまわれているわけですからな。青影城、断罪されるべき犯罪者だった。判決は当然だった。私にはそう断言できる。覚えています、青影城。みんな長い付き合いだな、そう考えると。その結果にケチをつけるつもりはないさ。しかしどうしても納得できないことがある。あの事件の裁判には何かあった。語られていない物語が。一体それは。まだわからない。そいつを調べたかったのさ。彼はなぜそこまであの事件にこだわるのか。その理由と考えられる事実、突きつけてみるか。いつかはここにつながると思っていた。今回の関係者が全員何らかの形で登場する事件。資料チェック。なんか突きつけてみるかっつってたよな。あ、被害者に財門いいじゃん。弟かなんかが、弟かお父さんかわかんないけど。担当検察官。ああ、検察官が見つる気なんだ。
検察官が証人。はい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 、だからこの三つ剣と光月が恨まれてんのか。これ突きつけてみっか。あれ、そうしなさくなかった。でもこれ追加された分だよな多分。一回やってみるか。その理由あんたにわかるかな。あんたにわかるかんつってるもんな。知ってるぜザイモンさん。ザイモンさん、なんとなくわかる気がします。あなたが SL95 事件にこだわる理由がきっとサボテンの性のいたずらだろうさ。ここに SL95 事件の資料があります。この中にザイモンの名前を見つけました。はあ、タイムリーだね。俺もさっき見つけたわ。被害者の一人です。ザイモン直人、あなたと関係のある人物ですよね。ザイモン直人、お前は知ってるだろうな。坊やは当然聞いたことがあるだろうさ。なんせ2年前あんたと同じくだらねえ賞をもらった名検事さんだからな。イケメンいたな今。イケメンが何ですと検事。賞ってやっぱり検事オブザイヤー。あ、検事オブザイヤーなんか裏に書かれてなかったっけ。歴代受賞者。これこうカルマに焦点当たっちゃうんだよなこれ。思い出した、ザイモン直人検事、私が担当した SL95 事件の前任者だった。そうだ、あいつが殺されてあんたが担当することになった。あいつめちゃくちゃ主人急に脱ぐなお前帽子。ちょっと今写真突っ込もうと思ったのに。俺の弟だ。めちゃくちゃかっけえじゃん。主人公感あるわ。当時の首席捜査官ガンとカイジと組んで捜査に当たっていた。あ、これあれか。この下の画面に映ってるのが弟さんか。その下で動いていたのが俺たち捜査班だった。あの連続殺人犯を起訴するためにみんな必死でね。誰？これがあいつか、青影。強そうだな。弟はあいつと格闘して殺害された。そしてその際青影は初めて証拠を残した。それが奴の運の尽き。ついに起訴されて判決を受けた。めでたしめでたし。公式記録にはそう書かれている。何か問題が。弟は青影に殺されるようなやつじゃない。格闘の際のやつの集中力、俺が一番よく知っているさ。たったそれだけのことで今回のようなバカなこと。弟が命を落とした裏には絶対何かある。あんたたちが隠そうとしても俺は知っているのさ。何があんの言えよ。光剣もこれではっきりしたようです。事件当日警察局で何があったか。あの日は SU95 事件の再捜査権が失われる日だった。お前ら声かぶるからもうずっと気にしてんの俺。地味にどうにかして変えようと思って。お前かぶっちゃうんだよ声が。2年前の解決に納得できないザイモン京介は証拠の強奪を計画。正しき捜査官の ID を盗み出し彼になりすまして証拠を監視室へ。そこで原林巡査に見とがめられたため気絶させて逃亡。確かにこれではっきりしたようだ。やはりあの日警察局では殺人事件はなかった。偶然とは恐ろしい。検事局で殺人があったのと全く同じ時間、警察局にて偽物の格闘があったとはな。偶然？そんな都合のいい話が。
警察局で殺人事件がなかったとなれば、当然検事局の地下駐車場の事件こそ事実ということです。そうなればやはり観光が可能なのは一人きりだ。大月智恵史跡原始。しかし昨日の審理で結論は出なかったはず。だから今日こうして警察局の事件を審理したのだ。はあ。昨日大月智恵に判決が下されなかった理由は一つ、警察局で発生した同時殺人の謎が残されていたからだ。どうやら坊やの方が一枚上手だったようだぜ。警察局の全ての謎は解けた。矛盾するものはもうない。殺人は検事局で発生した。可能だったのは宝月智恵のみ。目撃者一ノ谷教官の証言に間違いはなかったのだ。何か反論があれば 2.5 文字以内でお願いしよう。異議。グッ。異議でいいじゃん、異議で。疑問の余地はありません。警察局の同時殺人事件、私が出るまでもなかったようだ。ご協力を感謝しよう、弁護人。今日僕が立証したことに間違いはなかったはずだ。防犯カメラに残された映像は偽物だった。でもそれが智恵さんの有罪を立証してしまうなんて。判決を言い渡します。誰か異議言って。来た来た。ちょっと待ってください。あかねちゃん、弁護側にはその科学的に意義があります。どこ行った、ザイモンさん。ザイモンさんどこ行ったよ。ねと言われても。弁護人、この子の保護者は。え、お前の、お願いします。5分だけ私の話を聞いてください。水類源さん、お願い。疑問を残すのは私の望むところではない。3分時間を与えよう。ここで終わろうか。じゃあちょっと、キリイシ。ここで終わるわ。じゃあ、あざした。